今とはし、身も耐えされないとこ、どうも、サンジンです。今日もサンジンチャンネルだってさーってことでみんなに聞いてほしいんだけどね。いや、俺ね、今日の買い物行ったんだけど、まあ、奥さんにね、マヨネーズ買ったんないからマヨネーズ買ってきてって言われて買いに行ったんだけどさ、まあ、ついでにね、ちょっとじゃあ今日お好み焼きしようみたいな感じになって、マヨネーズ買いがてらに、まあ、お好み焼きの具材をいろいろ買ってったわけよ。それで家帰って、まあまあまあ、じゃあお好み焼きしようってね、いざ作ってみて、で、出来上がったところで気づいたんだけどさ、マヨネーズがねえんだよ。どういうことなんて、奥さん、なんでマヨネーズないのって、あんたそれ買ってきてって言ったでしょって言って。いや、俺もわかんないのよ。なんでだ、いや、でも、絶対買ったんだよ、俺。絶対買った。俺ね、絶対買った。だって、マヨネーズ買ったんだよ、俺。マヨネーズ買ったら絶対買ってるでしょ。ないわけがねえんだよ。俺が絶対カゴの中に入れたんだ。だから、もしないとしたら多分な、通りかかったば、おばはんとは多分ね、俺のカゴの中のマヨネーズを、ドラーって、多分外に投げたんだろうな。それしか考えられない。で、俺は絶対買ったもん。で、マヨネーズ買いに行ったんだよ。俺、お好み焼き買いに行ったんじゃねえ。マヨネーズ買いたい。それはあるだろう。ねえ。それマヨネーズは絶対買ってるでしょ。俺のミスじゃない、あれは。絶対俺のミスじゃない。あれは多分通りかかった時のおばはんのせいだわ。絶対そう。俺のせいじゃねえ。ということで、みんなね、こうやってね、やってもないことね、やってもないね、罪を着せられたらね、正直にね、まあ、その時は家ではしょうがなくごめんと言ったよ。そんな、そこでおばあのせいとか奥さんに対して言ってないけどもさ、自分の心の中なんですよ。自分の心の中だよね。やっぱりね、絶対俺じゃないっていうね、気持ちは持たんとダメだよ。だってそうなんだもん。真実として俺じゃねえんだもん。多分おばさんなんだもん。多分あの時のおばさんが俺のカゴからマヨネーズを取って出したのよ。それしか考えられないからね。そう、なんだろう、客観的に、俺の主観じゃねえよ。客観的に見てそうなん。客観的事実。ここでさ、いや、前、前がメニュー買ってでき、買ってないできないとか、そういうコメントいらねえからな。だって、お前、それし、お前の主観でしょ。俺は客観的事実を述べてるからね。いけいけ。これ、ゴール、なんだ、何ボス戦あんの、どうなん、ボス戦やめてくれ、俺。もうあ、大丈夫。こいつだったらすぐ倒せる。みんな来んなよ。来んな、来んな、マジで来んな、マジで来んな、マジで来んな。オッケー、よし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 。よし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 。このままゴール。よーし。ということでみんなコメント欄で草野人が悪いかおばさんが悪いかぜひ投票してくるな。でね、今日も草野人チャンネルやっていくぞ。草野人チャンネル、夜の目いいね、星が綺麗だの。オッケーいけいけ、戦闘取ったよ、戦闘取ってるよ。オッケー、来い来い来い、よしよし、あ、一応キノコ取ってった方がいい、これは絶対キノコ必要。いけいけいけ、うわー、まあ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 、追いつける、まだ追いつけるよ。オッケーいけいけ、行かせっか、なんか俺生き延びてる。今の奇跡じゃね俺。よく生き延びたな、今の俺。まだ泣いてるわけ。オッケー。なあ、ああ、バカだれ俺。草野人チャンネル。クッパ一体倒してゴールか。なんかまあ普通のコースだよな。クッパ一体じゃそれは倒さない。大体そうでしょ。ポストは倒さない。あ、スイッチのコースか。なんかやったことあんね。あ、違うか、なんかね、スイッチのコースいっぱいあるからね。どれ、お前、ルイージーやつやん。何が楽しいのかわかんねえけど、そうだよな。うわー、でも、いや、大丈夫だ。ゆっくり行っても、ボス役から、そう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 。多分、クッパ倒すま、うわ、スタートかったら、ちょっとやばいけど、なんかない限りはね、大丈夫だと思うんだよ。クッパ、フラワーで倒す感じであれば、遅く行っても、もう、なんら問題はないはず。あ、お前じゃねえんだよ、さっきから。お前じゃないの、もう。お前、必要ない。ほら、来たやーん。いけいけいけ、よーしよーし、あと、あー、ちょっと待って、なあ、もう、オッケーいけ、あー、あー、しよしよしよし、今のうまかったね、今のくぐり抜きはすごいうまかったね。草野人チャンネルワールドですか。オッケー、んー、どっか行った、よし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 、とりあえず、きの、ああ、もう、どっかに行かせたはずのキノピコにも起こされ、うまいじゃねえか、キノピコ。キノピコの人うめえな。ああ、もう、キノコ欲しい。このコース絶対死にコースだからさ、どっかでキノコ欲しい。あ、なんか怖いんだよね。ワールドコースのなんか雲の面ってさ、めちゃくちゃ敵キャラがいっぱいいるイメージ。ほら、ワンワンちゃんとかいるじゃん。怖い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 。ルイージ行ってんね。ねえ。うわ、怖え、マジで怖え。よし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 。あーい、マジで怖え、ほんとに怖い、いけ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 、ルイージが早え、ルイージが早え、よし、捕らえたり、いけ、なんとあんじゃん、よしよしよし、
いや、まだ、オッケーオッケー、よし、ルイジ死んだ。全然ある、全然ある。語る可能性全然ある。けけけ。油断すな、油断すな。うわーん。けけ、どかんな。お、ちょ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 。まだあるよ、まだ終わんない、まだ終わんない。大丈夫、大丈夫、大丈夫。よしよしよし。よし、よし、よし、よし。オッケー、まだいける。よし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 。オッケー、一人越した。あと一人、よし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 。まずあと越した。よし。だー、草人チャンネル。バッ、あ、いや、じゃバットコースじゃない、あれ間違い探しコースだ。オッケーオッケーオッケー。お前ふざけんなよ、どっか行ったらボケ。よし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 。いや、簡単そう、このバットコーめっちゃ楽そう。やばいやばい、早く行ったもん勝ちじゃん。オッケー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 。ほら、もうめっちゃ楽やん、このバットコー。バトコじゃねえわ。バトコじゃ間違い探しコースだわ。何言ってんだ俺。なんだ？ノコノコの、ノコノコの向きじゃね？だよね？オッケーオッケー。あ、ノコノコ向き、ノコノコの向きではなかったっぽいです。え？むずっ。ん？あ、ん？あ、あ、はいはいはい。あ、ただバネだ、バネバネバネ。バネが横バネなんだ、左側だけ。オッケーオッケー。来た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 。なんだこれは、なんだ、あ、わかったわかった、帽子帽子帽子。ちゃ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 、ここここここ。もうなんで、俺分かったのになんでビリなのよ、帽子かぶってたのよ、こいつ。左だよな、いいんだ、合ってるな。じゃあなんかパックの向きだよな。そうそうそう。あ、違う。あ、え、あ、いいんだよな、いいんだよな。オッケー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 。次はなんか大体ローラーだよな、ローラー。ローラーだよね。オッケーオッケーオッケー、こっちこっち。よし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 、このまま終われ。ファイナルまだあんのか、まだあんのか。だいぶ俺成功、正解1位。いらん、もういい、言葉いらん、言葉いらん、もう知らねえわ、俺の語彙力知らねえわ、もうどっかやっていくわ。あ、ここ、うわー、もう分かったのに、分かったのに今。うん、草人チャンネル。10コインを3枚以上取る。オッケー、条件戦来たぞ。オッケー、スタンダードコースの条件戦な。とりあえず10コインにね、いろんな場所あっても全部無視、全部無視でいいからな。ゴールだけ先見る。これが条件戦の鉄則だから、みんな覚えとけ。何仲良くやってんじゃねえ、ブラザーズよ。まだ仲良すぎだろ。いけいけ、いいよ、来てるよ、来てるよ。あっぶねえな、パタタガリ。パタタガリがうぜえな。ナイス、プロちゃん。プロちゃん、プロちゃん、ナイス。あいつらに取らせねえ。とりあえず残りは。もうゴールね。オッケーオッケーオッケー。10コインここあるな。オッケーオッケーオッケー。10コインあるってことは、パス乗りしてな。パス乗りして。無理か。パス乗り無理か。あのね、10コインがあるってことは、あの、条件の一つである10コインがあるってことは、2枚を向こう側で取られたら、最後の3枚目を右上のコイン取れば、もう俺の圧勝よ。その作戦で行こう。俺の言いたいことわかる？みんな。多分ね、2枚取られたよね、多分。が右の穴のね、4400って書かれてる、あれを見ればいいってよく言うんだけど、俺よくわかんないんだよね。このぐらいでいいんだよな、多分。多分今2枚ぐらい取ったよね。そんな気がする。ほらー、だから言ったじゃん、言ったじゃん、だから言ったじゃん、俺言ったじゃん、だから言ったじゃん。